はい、どうも、そらです。ということで、今回はついに来ました、未来ごはん&21号ガシャということで、ザ・ラスト・ホープ・スタンディング、立ち上がる最後の希望ですかね。うん。まあ、早速回していきたいと思います。ただ、残念ながらね、今回ね、ね、多分みんなご存知だと思うんですけど、ステップアップ続き、全然ガシャのね、まあ、石が溜まってないんですよ。ということで、とりあえずね、50連分だけね、回していきたいと思いますので、よろしくお願いします。さっきね、未来ご飯、旧未来ご飯をね、前回ブラックで使ってみたみたいな動画を出したばっかりなのでね、得を積んだ僕はきっと引けると信じております。ということで、早速やりたいと思うんですけど、一応ね、狙いについては、リミテッドはね、どれも欲しいかな、ご飯以外全部欲しいかな、みたいな感じで思ってます。多分ね、スーパービジットもそろそろ覚醒いきますし、ピッコロはね、僕まだ2凸なんで全然欲しい。ベジットブルーは赤2凸目前なので引きたい。で、新キャラ2体もちろん引きたいみたいな感じなので、で、この2体も欲しいですね。セルとコクブラック。なので、大体ね、確率としては 5% ぐらい僕としては当たりがあるので、結構ね、引き得化したかなと思っております。ということで、早速、最初の10連いきたいと思います。いやー、身勝手の時な600連かかって、ゴジブル300連で、ブロリーはまさかの10連でみたいな感じなのでね。結構ね、極端なんですよね。できればブロリーコースでね、ポロッと出てほしいところなんですけど、幸先はなんだか悪そうですね。うん。なんかめちゃくちゃ渋い演出だな。なんかこれ噂によれば最初からスーパーサイジンに変身するパターンがなんか追加されたとかされてないとかっていうのを聞きましたが、それもなんかついでに見れるといいですね。ということで、どうだろうな。スパーキングが一切来ないな。あ、今の僕はいいですね。アビ枠としてね、優秀だったりするんでね、そういうキャラはね、どんどんこう出てくれると嬉しいんですけどね。違うな。うん、スパーキングなしですね。ということで、最初の10連はね、華麗なる爆死を遂げましたね。メガリルド EX 赤に凸していく。そのうち使ってみたら出したいですけど、GT ガシャね、いつ来るんでしょうね。というので、20連いきまーす。ほんと GT 不遇ですよね。覚醒も来ない、新キャラも来ない、リミテッドもいない。多分ね、ゴジフォーの時にね、なんかね、でかくね、来そうな気もしますけどね。ゴジフォー1体だと弱いんでね、たくさん出してほしいですよね。で、一応宇宙5ポットかな？金引っ張れ！スーパーサイヤー。あ、ブロールかなと期待したのにな。やられてく。ウイスか。うん、ウイスですね。いいですね。SP2 体以上確定なんで、とりあえずね、21号めちゃめちゃ可愛いんでね、あいつはね、すっごい欲しいんですよね。まあ、未来ご飯の方がね、ちょっと僕的には欲しいんですけども、いや、最悪ね、21号ポロポロ出てね、未来ご飯出なかったらもうガールズ使いになろうかな。うん、なんて言いながらね。うん、いいよいいよ。いいよいいよ、そこら辺はいいよ。そこら辺はいいよ。後半スパーキング祭りかな。そうですね。来ました。ほい。ケフラー、貫突かな？もう一体は？ブラック、ああ、ブラックはいいですね。せっかくね、ミライパーでね、めちゃめちゃ PVP 頑張った後なのにね、ブラックがね、突進みそうですね。ということで、ケフラーは貫突。ついにですね。ということで、じゃあ30連目いきましょう。うん、まあ、一応ね、まだね、SP 出てるだけいいということで、一応目当てですしね。はい、渋い。もうスキップしたいな。なんかスキップしたらなんか渋かったからスキップしたら出たみたいなね、報告結構ね、見るんでね。なんか、いつかやってみようかな、それ。うん。これ最初の10連目と全然変わんない感じですよね。こんなもんか、昇格期待したいな。スパーキング率ね、10% あってからね、昇格祭りたまに起きたりするんでね。期待したいけど、なんか来なさそうだな。いや、マジか。出ないかな。これ、せめてどっちか出てほしいな。すごいな。渋いな。邪念馬赤3凸の GTX 悟空が赤2凸。反応に困るな。ということで、とりあえずじゃあ40連目いきましょう。ステップ5まで引いてちょうど終わりかな。うん。ちょうど1周か。いや、追うか追わないか迷うんだな。タオパイパイは嬉しいな。スーパーサイヤもいいね。緑背景だからブロリはしないかな。ちょっとバダリ期待したんですけどね。バダったりとだったりしたらめちゃめちゃ熱いですからね。新キャラ2体しかいないんで。ドーン。ウィスか。そうですね。ああ、いいね、いいね。
SP 出ないウィス、SP 出ないウィスみたいな演出がなんかね、まあいいや、とりあえずね、うん、ウィス演出はね、意外とね、僕、まあね、結構いい印象あるんで、ドーン、かっこいいね、演出。レジェンダリーみたいですよね。ということで、ほい、ザンギャー。これ EX 以上かな？うん、全然ステップの仕様見てなかったな、そういえば。うん。で、後半でまたポロポロ。そっちじゃないんだよね。あ、ビーデル嬉しいね。うん。さあ、どうだ。おー、来た！来ました。よし。いいね。あ、ロージーかわいい。ロージーめっちゃ好き。バドスも嬉しいね。バドス、あれ、バドス入ってたっけ？あれ？ピックアップにいたっけ？あ、ピックアップじゃないとこにもいたっけ？え、なんかシャンパしかいなかったような記憶だったんですけど。あ、まあ、いいか。あー、で、三突嬉しい。ガールズ使いなれと言われている。18号復刻したらガールズ使い本当になろうかな。ということで、じゃあ、ラストなのかな？うん、ちょっと仕様把握してないんで、無料ステップか、ステップ1戻りとかあるのかな？まあ、とりあえず行きましょう。で、ねえ、渋いウイス、渋いウイス、渋いみたいな感じかな。すごいな。ほんと演出一緒じゃないこれ、もしかして。負けか、さっきこんなもんかだった。マジか。そんなスパーキング出ないもんか。いや、昇格しないな。いや、マジか。まあ、とりあえず21号引けただけね。うん、あんまり欲張らずには行きたいもんですけど、欲を言えばね、やっぱ未来ご飯も欲しいし、21号ももうちょっと欲しい。うん。あ、無料ありますね。今回無料あるのか。じゃあ、無料まで引きましょう。で、確定いきますか。今までの流れだと、次はウイスかな。渋いな。え、ま、あれ、スパーキング 10% なのかな？ 7% まで落ちた？もしかして。え、そんなことあるか？え、なんかめちゃめちゃ渋くないか？あ、オラの勝ちだわしていく。とりあえず SP1 体は出る。いや、どうだ、どうだ。なんかそこら辺の SP だったらブラックも置いてほしいな。赤さん行くので。おー。おーって言っちゃった。トランクス祭りである。もう一体、もう一体、もう一体。渋い。渋いなぁ。あ、この悟空は悪くない。あ、一応6突した。ということで、普通ガシャ、とりあえず一周で、とりあえず21号全が1体、あとは、まあ、渋々みたいな感じですね。あ、で、ステップ2に戻ると。じゃあ、とりあえず、確定ある分、4回しかないけど回しますか。まあ、確定はね、正直ね、出る気しないんですけどね。まあ、単発チケットとね、正直、その、ピックアップの出方は変わんないんでね。あ、ここら辺の演出見てもね、バダルかトラルかブロルかしないとね、全然意味ないですからね。ほい。あ、そういえば、リミテッドも一体も出てないですね。やっぱ渋いな。今回は、まあまあまあ、とりあえずね、21号出ただけよし、みたいな感じですかね。お、びっくりした。ちょっとびっくりした。未来ご飯のイラスト、ちょっとあんまり覚えてないけど、それっぽいなと思っちゃった。渋い。3個。いや、なんかここら辺もスキップしたいな。ブロらないよね、これね。まあいいや、とりあえず見よう。とりあえず見て。はいはい、勝ちだ、勝ちだ。絶対に勝っていく。はい、2体目。スーパー4で、アイムか。うん、フル4。フル4一応6突は、まあ、若干嬉しい。でも、アビ枠なんないですね。じゃあ、あと2回。行きましょう。バダルか、トラルか、ブロルか。お、ポン弾けた。ポン弾けて行くけど、どうだ？ちょっと熱いですよね、演出が。来ない。俺の勝ちだしかしない。どうだどうだ。ほい。おー、いいじゃん、いいじゃん。
それはいいじゃん。素晴らしい素晴らしい。格付けから狙い来るのはとってもいいですね。腎臓または再生の基礎打工、打者工、いいですね。アビワクとしても強いですよね。ということでラストいきましょう。なんかこの調子だったらね、なんかブラックあたり出して終わらせてほしいな欲張りやっていくけど、3個これは来ないなこれは来ないな。最後予想しましょう。シャンパですね。ということで、ほいほい、オラの勝ちだ。負けか昇格か。昇格の方がなんとなく出やすい気しますよね。あ、昇格じゃない、たかしということで、久々たかしということでありがとうございました。うん、とりあえずね、21号当た2体当たったのはまあまあまあ上々じゃないでしょうかというので、今回ね一応こんなもんで終わりたいと思います。未来ご飯ねやっぱ欲しいのでね、ちょっとね石たまり、たまり次第またねガシャちょっと回して当てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。